今日は祈りの恵みについて皆さんにお話をしたいと思います。私は教会の働きのために車で通っているわけなんですけれども、いつもお祈りをいたします。今日も事故に遭わないように、警察に捕まらないように、車が故障しないように、などなど。その日もそのようにしてお祈りをして、向かいました。その日はちょっと忙しかったので、名古屋市内を走っている高速道路を使って、通いました。そして、車をずっとこう走らせている中で、ある時にですね、気がついたら80キロぐらいスピードが出てたんですね。で、その私たちの通っている名古屋の高速道路は、制限速度が60キロ、ですから80キロですと本当は、オーバーしているわけです。そして、横にいた車をスーッと抜かして、入ろうと思ってですね、90キロぐらいまで、速度が出てしまった時に、この辺ですね、頭の片隅に、後ろを見なさい、後ろを見なさいっていうような、神様からの促しを感じたんですね。なんだろうと思ってここにあるミラーをですね、パッと見てみたらですね、後ろにぴったりとくっついている車があったわけです。その車が、あ、なんだぴったりくっついてるなと思ってよく見てみると、その車の下のあたりがですね、ピカッピカッピカッってこう赤く光ってるんですね。そして、なんだろうなと思ってよく見てみると、どうやら警察の車だってことが分かったんですね。そして私は慌てて、横の車線のところにフッと入りまして、スピードをグーッと落としていったんですね。そうしましたら、その横の警察の車が私の車を追い抜いていくわけなんですけれども、追い抜いている時にですね、2人の警察官の方が、うまくやりやがったなっていう形でですね、私の顔をスッと見てですね、そしてスーッと行ってしまったんですね。ところが、私の車がいて、警察の車がいて、実はその後ろにもう一台車があったんですね。確かジープだったと思いますけど、若い大学生ぐらいの男の子だったと思います。その子がですね、私の車を抜いて、警察の車がスッと行った時にそこにやはり距離を詰めて、そして警察の車をスッと抜いていこうとしてたのが分かったんですね。ですから、警察いるよ警察いるよってこうサインを送ったんですけど、残念ながら気づきませんでした。その子はスーッとスピードを上げていってしまったんです。1キロぐらい先に行った時にですね、残念ながらその子が捕まってしまっているのをですね、横で見て、しまいました。危機一髪で神様がですね、守ってくださったってことが分かったわけなんですね。で、祈りは素晴らしい恵みです。私たちが守られたり、助けられたり、そして特別な祝福を受けるってことをですね、改めてその体験を通して知ることができました。ぜひ皆さんもお祈りしてみてください。